県庁で行われた全国交通安全運動の出発式には、浜田知事や県警の関係者などおよそ60人が出席しました。県内では、今年に入って昨日までに654件の交通事故が発生しています。去年の同じ時期と比べて43件減少していますが、およそ半数が高齢者が絡む事故です。交通安全運動は今月30日まで行われ、自転車に乗るときはヘルメットを着用することや、薄暗くなったら車のライトをつけることなどを重点目標としています。帰宅時間帯と日没の時間帯が重なり、交通事故の発生の危険性がより高まります。歩行者の皆さんは外出するときは白色の明るい服の着用と反射材の着用をお願いをいたします。